どうも、前原です。WRC7 のキャリア、続きやっていきたいと思います。ラリーアルゼンチンですね。スーパースペシャルステージから始まるステージとなっております。とりあえずね、現在はランキング1位ですけど、三つどもえといういつもの感じになってますね。それではね、早速ラリーやっていくんですけれども、セッティングはちょっとね、柔らかくしとかないとやばいんじゃないかなとは思っておりますが、まあこんなんでいいのかな。これでやっていきましょう。それでは早速、デイ1スーパースペシャルステージですね。このアルゼンチンのスーパースペシャルステージは、結構周回数が多くて、疲れます。さあ、どんな感じになるんでしょうか。ハンドポーションヘアピン左オーバージャンクションオープン22ヨークラホーム40右4ハイクキープイン22左3ロング22ジャンクション22フラット右オーバーチェストハイク3ハンドオープンオーバースルーウォーター30左3225キープ左ハンドフラット右オーバーチェストブレーキ22ヘアピン左オープンやばい。イントゥージャンクションイントゥー25オープンロングオーバージャンクションイントすごいコーナリングだったな。イントゥー左5ショートオーバーフレスト30右5ハイクキープインイントゥー左3カットオープンイントゥー右3オープンオーバーブリッジイントゥー左3イントゥー右4ハンド右4ブレーキイントゥこれはまずいね。キープインハンド右5ブレーキイントゥースクエア左オーバーアルジャンクションゼンチンオープンやロだ。ングオーバーデスロイントゥー右3ショートオープンオーバーバンプイントゥー左5ハイク3イントゥージャンクション左5イントゥーポーションプレストイントゥー右3イントゥーディップイントゥー左4ハイクオーバークレストイントゥー右4ショートオーバークレストハンド右3オフキャンバーオーバークレストキープインイントゥー左3オープンイントゥー左3オープンイントゥーハウスアウトイントゥーキックス30右5ショートイントゥー左3カットイントゥー右4オーバークレスト40クレストハンド右3ショートイントゥー左3ハイク右ハンドアンダーブリッジ右3ショートオープンキープインイントゥースクエア左ショートイントゥーこれやばいね。ハンドポーションヘアピン左オーバージャンクションオープンイントゥー右4 40ハイクキープインイントゥー左3ロングイントゥージャンクションイントゥーフラット右オーバーウエストハイク3ハンドオープンオーバースルーウォーター30左3イントゥー右5キープ左ハンドフラット右オーバークエストブレークイントゥーヘアピン左オープンイントゥージャンクションイントゥー右5オープンロングオーバージャンクションイントゥースルーウォーターイントゥー左5ショートオーバークレスト30右5ハイクキープインイントゥー左3カットオープンイントゥー右3オープンオーバーブリッジイントゥー左3イントゥー右4ハンド右4ブレークイントゥー左3キープインハンド右5ブレークイントゥースクエア左オーバージャンクションオープンロングオーバークレストオーバーバンプイントゥー左5ハイク3
イントゥージャンクション左5イントゥーポーションクレストイントゥー右3イントゥーディップイントゥー右5イントゥー左4ハイクオーバークレストイントゥー右4ショートオーバークレストあー突っ込むとこだったオーバークレストキープインイントゥー左3オープンイントゥー左3オープンイントゥーハウスアウトキープ30ショートイントゥー左3カットイントゥー右4オーバークレスト40クレストアンド右3ショートイントゥー左3ハイク2アンドアンダーブリッジ右3ショートオープンイントゥーフィニッシュこれどうなんだあーでもまあそんな極端に悪くないポジションですね。まあ苦手なアルゼンチンのスーパースペシャルステージでこれなら良しとしなければいけません。左右も激しいですからね。
バーランスだった。ということで4位発進という形になりました。で D1 終わりですね。問題は多分次の D2 なんでしょうね。ただね D2 長いんで、一回ここで切ります。それではまた。